今日の予選は昨日の、まあ、レースから、雨の方はすごい調子がいいということは分かっていたので、何が何でもポールポジションを取らなきゃいけないという気持ちで挑んだんですけど、結構クリアラップが取れなかったりとかして、なかなか厳しい状況の中、最終ラップになんとかポールポジションをギリギリ取ることができたので嬉しく思います。決勝では、まあ、ポールからスタートなので、まあ、焦らずしっかり仕事すれば優勝もできるかなと思っているので、応援よろしくお願いします。